先走るな、ケン。楽しかったわ。おい、待て。先走るな、ケンシロウ。じゃあな。行け。先走るな。
先走るな、ケンシロウ。こいつ、そこのチビ。巻いたか。先走るな、ケン。ケン。なあ。
改札。お前だ。Let's go.
Oh. Oi. Quem?
待て。先走るな、ケン。何をする？おい。おお、ありがとうございます。おい、気をつけろ。おい、待て。調子どうだね。いた。今日は誰が勝つんだろう。先走るな。やりましたストリート Shredders. やりました。いらっしゃいませ。始めるで。始めるか。せいや。行くわよ。せいや。せいや。行くわよ。行くわよ。行くわよ。Thank you.
勝負はこれからじゃ。下田、ケンシロウ。ヘルメット。ああ、あの男の話ですか。思い出したくもないのですが。そうですね。最初胸の傷を見て、私はてっきりあなたがご来店したものだと思っていました。ですが負けが込んできて態度が悪くなってきたのでお声掛けしたんです。すると、あっは、よく俺がケンシロウだと分かったなぁと急に上機嫌になりまして、あなたらしからぬ口調でケンシロウを語る男、よからぬ企みがあるのだろうと考え、遠回しにご退店を促したんです。すると今度はショットガンを取り出して、俺の名前をもう一度言ってみろと怒り出したんです。私は意を決してエデンの救世主ケンシロウ様と告げたところ、男は大変驚いたようでした。そして、あの男はこの町でそんなに過大評価されているのかと笑いながら店を出て行きました。ケン、ジャギという男は何が目的で町に来たんだ。俺にはさっぱりわからん。俺にもわからん。もう少し情報を集めよう。そうだな。なあ支配人、他にその男の情報を知らないか。私は知りません。ですがバーもあの男の被害に遭ったようです。夜の営業なのでこの時間には誰もいないとは思いますが。そうか、ありがとう。
た。いた。えっ。ね。にゃ。貴様。ここは倒さねえぜ。ありがとうございました。風神闘技始め。
壊作戦。
潰せ。ルーリン攻撃始め。灼熱拳、行くぞ。
3回転3秒後貴様は死ぬ。
で、はあ、はあ、お、いや、おお、あなたは。ヘルメットをかぶった七つの傷の男について聞きたいんだ。あの男ですか。困ったことになりました。どうしたんだ。うちの店員が一人あの男に連れて行かれたんです。何があった。一昨日の夜あの男が来て、何を飲むわけでもなくずっと席に座って他の客を眺めていたんですよ。独り言のように、あの耳弟に似ているとか、あの手弟に似ているとかつぶやいていました。うん、弟か。じきに店が混んできたので、うちの店員がその男に何か飲むか店を出てくれと言いに行ったんです。すると男は立ち上がって店員を睨んだんです。ものすごい緊張感が店に漂いましたよ。そしてあの男はしばらく店員を見つめた後、お前の身長俺に似ているとつぶやき笑い始めました。で、笑い終わったと思ったら、不意に店員の胸に手刀を突き刺したんです。手刀？ええ、目にも止まらぬ速さで左の胸に。店員もうめいたきり動けなくなってましたよ。それでヘルメットの男は。この男ちょっと借りるぞと店員を担いで店から出て行ってしまいました。殺すならその場でやっているでしょうから、衛兵隊の詰め所に捜索届を出して待っているんですが。そうか。ケン、どう思う。自分に似た身長の男を連れ去るか。相変わらず魂胆が見え。そうだな。マスターは衛兵隊の詰め所に届けたと言っていた。他にもジャギの情報があるかもしれん。ああ、行ってみよう。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございます。仕方ないね。
ガキ苦しんでもらおう。先走るな。